アドルフ・フルト・ベングラーアドルフ・フルト・ベングラーは、ドイツの考古学者、美術史や、指揮者、ビルヘルム・フルト・ベングラーの父、考古学者、アンドレアス・フルト・ベングラーの祖父である。フルト・ベングラーは、フライブルクに生まれ、ライプツヒト・ミュンヘンにおいて、教育を受け、その中で、美術批評における、独自の比較研究法を確立していくことになる。 彼は1878年に行われたオリンピアの遺跡発掘に参加。1880年のベルリン博物館の助手を皮切りにベルリン、その後ミュンヘンの教授になった。彼は最後の発掘をアイギナ島で行っている。1894年、ミュンヘンに招聘され、聖教授に昇格した。配偶者はアーデルハイト。カールスルーへの出身で、その成果には、 ブラームスらが出入りしていた。フルトベングラーは、以前は略奪品として放棄されていた陶器の破片から、年代の特定を行う価値を認めた初の考古学者である。19世紀の古代ギリシャ考古学は、現物重視の発掘品研究と文献解釈学的なアプローチが主流だったが、アドルフ・フルトベングラーは、芸術史的なアプローチを導入した点で、ドイツ考古学史上、 画期的な学者との評価を得ている。オリンピアで発掘されたブロンズ出土品の研究成果は古代ギリシャ芸術を語る上で標準的な研究となり、未経年当時期の研究成果は紀元前1000年代のギリシャ芸術研究に指針を与えた。ベルリン時代にはツボと宝石出土品のカタログを作成しているが、これは当時の研究水準としては包括的。 網羅的かつ体系的なものであった。彫刻研究の分野に残した研究書ギリシャ彫刻の傑作群は21世紀の今日においてもなお入門書や指導書として活用されている。ミュンヘン時代の1901年からはギリシャアイギナ島のアバヤ神殿で発掘調査に従事した。ありがとうございます。